ATP ユーザーグループは日本及び東アジアにおける ATP ライセンスの管理、プログラム等のリソース配布の簡素化、迅速化及び導入支援、ATP 開発、保守の協力を目的として1997年11月に発足した2021年10月活動停止以後のライセンス発行は一区が担当。米国 BPA 前にて、 ATP は、米国 BPA で開発された、イントップに橋を発する電力系統の回路、減少解析シミュレーションプログラムである。プログラム自体は、非営利で開発、保守されており、ライセンスの取得が必要であるものの使用量は無料である。このため、開発国である、カナダ・アメリカだけでなく、日本を含む世界のメーカーユーザー、大学等研究機関で広く用いられている。 世界各国の開発者の尽力により手術の拡張、改良がなされており、下記に概要を紹介する。イントップ導入のネックであったのが、入力データ作成用の GUI ツールであったが、MS Windows 上で動作するアトプドローが1997年にリリースされた。一般的なイントップ機能だけでなく、ATP の特徴であるタイプ59発電機。 タイプ94非線形素子、モデルズ、コンパイルドタックス等のサポートも行われている。ATP、MIN はトップドローの簡単インストーラで WIN98、98SE 98、ME、NT2000、XP を搭載した PC で動作し書きの機能がある。変圧器電位振動症再解析などの電磁化と現象解析においては、 同体間の電磁的結合を考慮することが必要で、あるが従来その要素数は40が、限度でモデル化の精度に問題があった。ユーザー要求により要素数の制限がなくなり、高精度な解析が可能となっている。上部の主要な活動には下記のものがある。ライセンス管理導入支援開発、保守広報、技術交流電気学会、IPS と日本イントップ委員会。 ATP ユーザーグループ等での PR 及び技術交流を実施している。上部の円滑な運営のために議長及び若干なの漢字を置き、その任期は原則として二年としている。ありがとうございます。